どうもマミスケさんからもらったおしゃれな焼酎です。うまい。夏なデザインとすっきりした味わい、大変楽しみました。連続してお送りしてきたマミスケさんとの対抗戦、今年の4月に開催された試合を最後にピザーラを届け、まずは女子ダブルス、サチさんサーブで試合開始、ディスワタリー勝利なるか。素晴らしいリターンとボレーでした。ジョダブラシからの展開の速さ、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。ゆかりさんから展開を仕掛けましたね。ナイスリターン。ナイスリターンでしたが、サチさんの守備力が高い。あやさんナイスポーチでした。このポイントはでかい。あやさんのストロークをサチさんがうまくしのぎます。あやさんサーブ。見事なチェンジペースでした。これはたまりません。ナイスアプローチ。ジャストアウトでした。あやさんナイス対処。ナイスキャッチ。ジャストアウトでした。あやさん攻めましたが防がれた。こちらもジャストアウトでキープチャンスです。もう一本。ここは一本となりました。ここはナイスサーブで締めてお互いにキープです。マミスケさんサーブ。ナイスサーブです。球を拾うゆかりさん。普通に返した。ナットレディでやり直し。しかしナイスリターンでした。サチさんのポーチをうまく返しました。これはラッキーです。ブレイクチャンス。このポイントのセカンドでポーチとは予想つきませんでした。ここも出てくるか。ここは無理せず。ストレートに展開、ナイスストロークです。ここはサチさんが手堅いボレーでキープしました。ゆかりさんサーブ。安定したラリーでしたがジャストアウトでした。これはうまく合わせたナイスリターンでした。狙ってきたか。マミスケペア連続ペアです。マミスケさんが気になったかミスです。
クロスロブ予想で幸さんが寄りました。うまく逆をつきました。でも油断できません。ここであやさんが取りに行きました。これはさすがです。深いラリーです。あやさんが守りながらプレッシャーかけましたね。ここも一本です。ここはあやさん見逃しませんでした。全員キープで2巡目です。良いコース。守備範囲を広く取るあやさん、ちょいと大きくなりました。これは抜けました。ナイスサーブです。キープチャンスです。ジャストです。えぐいコース狙ってきました。動いたところ狙われました。ナイスキープです。あやさんサーブ。ナイスサーブです。サチさんの守備力が高い。ここは意識したか。マミスケさん、ブロックリターンうまいです。ここで魔人ボレーが出てブレイクです。マミスケさんサーブ。このポーチが怖い。ジャストフォルトです。ここはロブで前衛避けました。メッサ深い。マミスケさんナイスキャッチでした。ナイスサーブです。ここでキープされるとかなり厳しいです。このロブリターンも良いコースです。これはジャストアウトでした。ここも攻めてきそうです。しのぎました。これは弾みそうな回転。これはアンラッキーですが一本に追いつきました。落ち着いた処理。ここはナイスコースでブレイクしました。良い流れです。ゆかりさんサーブ。これはアンラッキー。これはジャストアウトです。ここはナイスコースでした。リードです。ここは一瞬迷いが見えました。惜しかった。これはナイスリターンです。マミスケさんもナイスリターンでブレイクされました。サチさんサーブ。これはナイスリターンを引っ張りましたね。ストロークが深い。
うん、深いナイスストロークでした。この展開でポイント取れておりましたが、惜しい。深い。これは面白い。スライスロブは惜しくもアウト。ここは大事なポイント。これはナイスラリーでした。マミスケさんペア、マッチポイントです。攻めに来たところ、気迫のナイスリターン。運命の一本勝負。いや、これは本当気持ちわかります。ブレイクしてあやさんサーブ。ちょっと連携が遅れました。これはラッキーです。緊張感が伝わります。マミスケさんナイスボレーです。ここはゆかりさんが出た。この緊張感の中攻めるのは大変です。ナイススマッシュです。いや攻めてましたがナイスなしのぎでしたね。マミスケさんペアマッチポイントです。これはナイスロブ。ここも緊張の一本勝負。最後攻めましたが惜しくもアウトでしたね。大変素晴らしい第一戦でございました。ペアの攻守バランスが良かった。第二戦はミックスダブルス四季熊ブラザーお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価良ければお願いします。暑すぎて最近テニスが辛い。